アレックスことアレクサンドロジ・ソーザは、ブラジルクリチバ出身の元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。もともとフットサルの選手のため技術力やパスセンスは一級品であり、司令塔タイプ。また頭脳的なプレーでスタジアムを沸かせる。左利きであるが、右足の精度もなかなかのものを持つ。2004年から、 トルコのフェネルバフチェ SK に移籍すると2004から05シーズンにリーグ MVP を受賞するなどエースとして活躍。その後2006から07シーズンのリーグ優勝やチーム初の欧州 CL ベスト8進出に貢献している。2010から11シーズンは前半戦は低調なパフォーマンスだったものの後半戦からは大車輪の活躍をしてチームを リーグ優勝に導き、自身もリーグ戦28得点13アシストで、得点王とアシスト王に輝いた。2014年12月7日、現役引退を表明した。1997FIFA ワールドユースでは、U-20 ブラジル代表の10番として、出場したものの、ディエゴ・プラセンテ、ワルテル・サムエル、ファン・ロマン・リケルメ、パブロ・アイマール、エステバン・カンビアス・ソラを擁した。 U-20 アルゼンチン代表に敗れベスト8。FIFA コンフェデレーションズカップ1999では、ブラジル代表の10番として、準優勝。U-23 ブラジル代表の10番と、キャプテンとして臨んだ、シドニー・ゴリンでは、グループリーグ最終戦 U-23 日本、代表戦で決勝点を挙げ、決勝トーナメント進出に貢献したが、 準々決勝でこの大会の金メダルを取ることになる。カメルーンに延長戦の末敗れた。コパアメリカ2004では再び10番を背負い優勝に貢献した。2021年4月5日、2年契約でサンパウロ FC の U-20 チームの監督に就任することが発表された。ありがとうございます。